ボタン押したよ、うん、ちょっと待って来い、はいはい、来ました、ここへ。ここへ、ワンフェスですね。ワンフェスウィンター来ました。初ワンフェスですね。初です、はい、素晴らしい。楽しみですか？楽しみです。じゃあ行きましょう。朝だからローテンション、行きます。はい、スイッチボムさんです。よろしくお願いします。いや本当に今ちょっと話を聞いてたんですけど、手書きでね、こうちっちゃいこのキャンバス、この私の手のサイズこんぐらいなんですけど、こんなちっちゃいサイズに落とし込んでるイラストめちゃめちゃ可愛いんですよ。世界観が透明で、キャンバスからこう飛び出たと思ってもらえると嬉しいですね。先に絵から始まるんで。確かに、あ、確かにサイズ感自体はキャンバスと同じぐらいの外辺のサイズって感じですよね。そうなんです。なんでキャンバスもだからおもちゃとして自分は描いてて、ミニキャンは、うん、そういう描いてるものがこう立体的に絵の世界から現実世界に飛び出てるっていうのが一応テーマで。あー、なるほどなるほど。だからサイズ感も、そうです。カラーの塗装を決める時もまずはこういうの描いてから作品を作ってからこう出してくるっていうか。はい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 、なるほど。そう、カラフルでね、めちゃめちゃもうおもちゃって感じで、なんかどっちかっていうとアメリカンな感じね。あ、しかもこのデュー、さっき本あれ本ありましたよね。あ、ごめんなさい、なんかそう、これのオマージュコラボ、サンプリング、サンプリングっていうのか。ヒップホップ用語で言うと、あ、そかそか、ヒップホップからなんですもんね。はい、ねえ、すごい。え、これは何に書いてるんですか？これはあのコンテナが普通に100均で売ってて、はい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 、でグラフィティってその海外でもあのこのコンテナのところに書きに行くんですよ、あの忍び込んで電車の。あ、はい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 、のミニチュア版を作ってる。かわいい、ミニチュア版いいですね、はい、めっちゃいい、かわいい。このキャラクターがもともとその自分のそのこれスローアップって言うんですけど、自分のタグの一部というかキャラだったんで、そこの壁に書いてた。はい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 。なんかそれなんでこいつはストリートよりというか、ロックは水の神様なの、まあ、ちょっと違うんですけど。あ、へー。こっちのキバランテさんはまあグラフィティよりにはしてます。なるほど。あ、この子たちなんですね。すごい。こう聞くとよりね、どこから派生してきたのかというか、生まれてきたのかが分かるのが面白いですね。物語と設定とやっぱ作ってるものにやっぱ意味があるものをやってるんで、可愛いからやってるだけじゃなくて、ちゃんとあるっていう。なるほどなるほど。売るためにやってるわけでもない。でもなくみたいなね。そうですよね。いや、いい。このまた大きいキャンバスもいいですね。可愛い。はい、先月まではあの大阪のギャラリーで全部絵の展示してきて、人形と、あと木彫りもあるんですよ、アフリカで作ってる。アフリカで作ってる木彫り、はい、そっちの方で木彫り、うん、このキャラクターを木彫りしてるってことですか？そうですね、そのアフリカン の, そのトラディショナルのスタイルのその仮面のマスクとか、はいはいはい、椅子とかその美術品として扱われてるものに自分のキャラをはめ込んで入れ替えてミックスさせてるっていう。あ、ミックスが、はいはいはい、うん、なるほど。面白い。っていうのもこの間まで。それの木彫りは、はい、シカルナ、ま、祭りはとかには持ってきたりはするんですか？あんまやってなくて、あ、なるほど。こっちはやっぱそのソフビっていう、あ、まあ、確かにね、こういう木彫りあってもたら他の人じゃみたいになっちゃう。木彫りってなたまにはちょっとは登場させるんですけど、全ラインナップとかっていうのは、まあ、そういったギャラリー関係で、まあまあ、あ、なるほどなるほど、はい、っていうことらしいので皆さん要チェックです。はい、よろしくお願いします。ねえ、面白い、かわいい。でもちょっとやっぱおもちゃ感あっていいですね、この空間。ありがとうございます。最高。おもちゃ大好きです、うん、みんなおもちゃ好きですからね。ねえ、面白い、ありがとうございました。トイレの使用のキャンディーボルトンさんですね。はい、に来ております。わあ、すごい、めちゃめちゃカラフル。お、光あ、いい、かわいいです、ありがとうございます。すごい、あ、星
キラキラです。かわいい。あ、これはまさかの。あ、ありがとうございます。光ってます。光らせていただいております。ジャロミさんのところの人踏みですね。すごい、めっちゃ骸骨が散りぼめられてる。かわいい。色が紫の基調のピンクですね。すごい。なんかギャラミさんってこうなんかなんだろう、可愛らしいポップな感じのってあんまりイメージないから新鮮ですね。塗装めっちゃ細かっ。めちゃめちゃ可愛い。塗装めちゃくちゃいいっすね。メタルで、黄色っぽいな。黄色に吹いてあるのかな。あ、そういうことか。これが原型色か。黄色が残ってる原型色で、そこにメタルグリーンを吹いてグラデーションにしつつ、先を赤のメタルで吹いてあるのか。めちゃめちゃいい。色の塗り方めちゃ良い。あ、そうです、そうですよね。よく見ればそうだ。原型色黄色だ。あ、で、ここは、なんか、シルバー？なんか、紫っぽい、シルバーっぽいの吹いてて、その上から赤に。グラデーション使う方めちゃくちゃいい。いやー、めちゃくちゃいいっすね。ね、これは結構ポップな感じで塗られてますけど、多分きっとこいつが本体なんだろうな。いやー、面白いですね。めちゃめちゃ可愛くていいです。はーい、はい、ワンフィスシカルナ工房さんです。じゃじゃん、キューブシリーズですね。いろいろウルトラマンとか怪獣たちがいます。これはいつもね、シカルナさんのフェスでも、うん、出てるやつですね。ガチャ、あれガチャ、あ、これガチャ、カメラ売り切れですか。ガチャはなくなりました。モンスター、ソフビの叫びだっけ、叫び動物シリーズだったり、あ、ぴょんぴょん丸かわいいですね。で、今回のこれ、これやばい、やばいやつ。このコードあるでしょ、うん、ここが。これもソフビなのよ。いや、そう、これソフビやばい。まさかのね、まさかのソフビっていう。本当はこれ、この SD の方を、うん、買おうと思ってたの、うん、これ見せられて悩み中、うん、どっちにしよう、うんうんうん、そう、めちゃめちゃいい。欲しいよね。いや、これ私見た時にこれ欲しいなってちょっと思った、あの X でね、見た時にこっちめちゃくちゃいい。あ、そう、それもね、可愛いよね。キューブ系な形、これもいいですね。これやばいよね。ちょっと、イカれてるぜ。技術が狂ってるぜ、うん。で、今回の新しいやつ、メキーラ？新作ですよね、うん。メキーラです。すごい。裏返して見ても大丈夫。ありがとうございます。すげえ。リアル。この、でも最初に決めてた方をさ。うん、ここも動くんだ。すごい。いや、すごい。えぐ、関節のところだ。肘のところも。ちょっとえぐすぎ。すごい。めちゃくちゃリアル。この手、これさ、この手はさ、うん、ちょっとコマネチ気味のさ、あ、ごめん、あ、こっち、あ、そっちだね。うん、これ違う方見てた。すげえ。まずこっち、こっち一つください。SD の。あ、きげ。はい。これ一つ。はい。こっちになりました。これだ。あ、こっち、こっちですね。6号か。6号っすね。これだ。かわいいね。ちっちゃいのもいいですね。ってことで、これを買いました。この、塗装がこれですね。
そういう感じのです。あ、もうないんだ。差し入ってもらいましたか。あ、もらいました、もらいました。あ、もらいました。あ、いやー、すごい。あ、そう、あ、この冊子です。今回の満冊大丈夫ですか。あ、大丈夫。シカルナマガジンボリューム1がついに出ました。これ、私がさっき X でも言いましたが、いや、こっちも広告ね、載ってるんです。ぜひ今度のシカルナ祭りかな、でも、はい、これあると思うんでぜひ見てみてください。手に取っていただいてて、で、はい、出展者募集中ということでチラシがございます。ぜひもし見てる方でね、ちょっとソフビとか売りたいんだけどっていう人がいたらぜひお問い合わせをお願いします。買いました、買いました。はい、やっぱ最初決めてたもん、うんうん、今ね、これのね、出展者募集の話してた。ああ、そうか、はい、ね、ここね、あ、これね、パチで出したことあるやつですね。お、コウドリ、コウドリではないんです、うん、名前なんつったかな、シカルナさんの、うん、ですね、これすごいね、色がね、うん、色がワンオフかね、うん、かっこいいです。マジ足とかめちゃくちゃリアル、色塗るとすごい、そうですね、超リアル。これはね、ワンオフが売ってます。すごい、いいですね、リアル。はい、良かったですね。これね、いや、いいな。ありがとうございました。はい、行きましょう。ここからは僕の方で動画では撮られてない気になったものを写真で撮っておいたので、そちらを紹介していきたいと思います。まずはこちら、印鑑ケースなんですよ、これ。アイアンメイデンの。めちゃめちゃ面白いなと思って買いました。これ良かったです。後ほど組み立て動画をありますのでよろしくお願いします。で、こちらですね。いつも1個ずつ購入しているリブートシリーズですね。今回、数フェスで買い逃したやつがちょっとだけあったので、そちらの方をまず購入させていただきました。これで3つ目ですね。とりあえず今出てる形だけで言えば6つなんで、あと3つでコンプリートとなっております。相変わらずいいです。こちらですね。これね、今回僕が一番にちょっと狙っていたものなんですが、11時ぐらいまでですね、僕その、タバコを吸うところを探してうろちょろしていまして、ね、やっと11時ぐらいタバコが吸えて、それから、よし、じゃあ回るぞっていうことで、一番ぐらい確か行ったんですよね。行ったんですけど、まあ当たり前のように、売り切れでした。これ本当にすごくって、ギミックがめちゃめちゃ面白い。くるっと回すと、骸骨が出てくるんですけど、これはもう次回またもう一回チャレンジしたいと思います。キタロウも大好きだし、ギミックが入ってる装備は僕大好きなので、これ次回頑張りたいと思います。で、こちらですね。エヴァンゲリオンのまあ装備なんですけど、ミニサイズということで、僕割とそのロボット装備はミニサイズが好きで、集めてるんですが、で、まあサイズ的にちょうどいいかな。まあミニよりちょっと大きいぐらい、うん、ただミドルはいかないかなぐらいの大きさで、ちょっと面白いサイズ感だったんですけど、まあちっちゃいのロボットもの好きなので、で、好きなエヴァンゲリオンということでこちら購入させていただきました。後ほどこれは、組み立て動画も入ってますんで、よかったら見てください。で、これがいいっすよね。マジンガー Z に出てくる敵の面取りのソフィーですね。面が取れると中にメーカーが入っているやつなんですけど、まあ、展示だけだったんで、ちょっとこの場で購入することはできないんですけど、リゴルメ感も、この方たちが普段発売してるソフィーにすごい寄せていて、世界観が統一されてる中に、こういった半径ものが入ってくると面白いですよね。で、これを機会にオリジナルで作られてる方も一瞬買って並べたくなったりとかするのかなっていう気持ちになるじゃないですか。だから非常に面白いなと思って、作家性がすごく出てて。うん。これはちょっと狙ってみたいと思います。こちらがですね、ツイッターで告知がされていて、まあ写真を見かけて、アイスロンが出んだと思って抽選に参加しに行きました。抽選のね、方法がめちゃくちゃ
ちゃ面白くて、そのこのアイスのが出てきた回のクイズ形式になっていて、僕はもうその回を全く覚えていませんでしたが、なんとかクイズに答えて抽選には参加したんです。まあやはり人気でね、抽選の方は外れてしまったんですが、実物がまあしっかり見れて行ってよかったなと思います。まあ実物が見れるのがね、やっぱりいいですよね。なんでまあ次回もまた挑戦してみたいと思います。こちらおすすめです。サイズ的にバンダイの旧ウルトラ怪獣装備シリーズとサイズ感が合わせられていて、そちらとこう並べても全く違和感がないような感じになってるんで、いい感じのサイズ感だなって。造形もそういう旧バンダイ系にちょっと寄せてあるんで、マルブルとかそういう感じじゃなくてね、非常にいい装備だと思います。これがあれですよね、ご機嫌ヘドラ。俺がまあレジンのクリアのやつなんですけど欲しくて、まあ事前にチェックしてて行ったんですが、まあ当たり前のように売り切れでした。でツイッターのね、こちらの方のアカウントの方でいろいろこう自分でフルスクラッチとかしてる怪獣とかのね載ってるんですが、すっげえかっこいいんですよ。よかったら皆さんもちょっと検索して見てみてください。で、はい、こちらも事前チェックしてました。ご機嫌ヘドラです。もうご機嫌ヘドラ大好きなんで、これなんとね、僕まあよくなんかそのチェックした時に詳しく見ていなくても、この写真だけで、これがアップされてたやつだけで、あ、これは絶対欲しいなと思って行ったんですけど、僕レジンだと思ってたんですよ、もう勝手に。だからね、これなんとワンパーツの側尾です。びっくりですよね。で裏もねちゃんと作られてて、ヘドラっていう風に書かれてて、これ裏側にして他の側尾と飾っても面白いし、表向きで飾っていても面白いし、何しろねこのワンパーツっていうのが面白いですよね。ソフビソフビしてて、これめっちゃおすすめです。はい。で当たり前のように売り切れていて買えませんでした、これも。でね、これは迷ったんすよね、買おうかどうしようか。アルパカです。でこれ発見マークとかもアルパカだったりとか、すごいね芸が細かくて、で RPK78 モフモフモフモスーツですね。モフモフーツ書いてあります。RPK ってのはアルパカってことでしょうね。機動戦士らしいです。そして、ベストアニマルコレクションのナンバー11ってなってるんで、もしかしたら11枚よりあるのかな。なんか、もっと詳しく話聞けばよかったな。うん。ですごいアルパカの造形、中もリアルで。おい、なんでこれ買わなかったんだろう。ちょっと一旦落ち着いて考えてから、俺は本当にアルパカ好きだっけかなとか考えてからもう一回買いに行こうと思ったんですけど、まあ、僕本当忘れっぽくって、まあ年を重ねることに忘れっぽくなってるんですけど、タバコ吸ってたらなんか違うことを考えていてっていうやつですね。これちょっと次回もう出店していたらこれは買います。うん、非常に面白い。もうボックスもいいですしね、中身もいいですし、すごく良かったです。以上のような感じですね今回。はい。というわけでこの後はじゃあワンフェスの購入品で組み立てが必要なものを組み立てていきたいと思います。これですね、キッチンマジックに、これが一番いいです。はい。これをたっぷりとかけて、キッチンマジックリンはアルカリ性なので結構強めなんで、洗うときは手袋した方がいいですね。はい。でこれでちょっとだけつけ置いておいて、この後にこれですね、クリームクレンザー、これをつけて歯ブラシでゴシゴシこうこそぎ落としていくような感じになります。じゃあ洗ってきます。洗ってきました。薬剤が落ちたかどうかの確認なんですけど、水で洗い流すときに今これはバリを取ってます。水が玉にならないでこうスーッとこう全体に水が浸透する、浸透しちゃダメだな、なんだろう、全体的に濡れた状態になっていれば落ちてます。なんかたまたまになる部分が出てくるとまだ残ってるので洗った方がいいです。まあ、ちょっとしたこういうキットを作ろうかなと思ってる方はぜひちょっと参考にしてみてください。またこういう作成動画はうちの方では人気がないので、とりあえずじゃあバギ取りまで進めてまいります。サクサクっといきます。バギの方を取りました。でこことこ
ここのところにヒンジがつきますって、こんなパーツが入っていて、このヒンジを、ドリルで穴を開けてネジを止めてつけていきたいと思います。はい、こんな感じでここにヒンジがつきました。で、開閉するギミックですね。こんな感じでハンコが中に入ります。面白いですよね、こういう感じで。で、ここネオジム磁石がついてまして、まあ好きな位置でつけていただいて、こううまく固定できるようにしてくださいみたいな感じで書いてあったんですね。で、僕の組み立て方が大体なんで、下のところがちょっと浮いた感じになってるんで、ここに僕は磁石をちょっと仕込んであげようかなと思います。だけでここのところにネオジム磁石を仕込ませていただきました。これでだいぶ安定しましたね、はい、じゃあこれを色を塗っていきたいと思います。それでは塗装していきたいと思います。今回はこれ某大学にこれの1分の1の模型が飾ってあって、それを僕見に行ったことあるんですね。で、結構写真何枚か撮ったんですけど、見返してみたらこういう、まあ鋼色っていうんですかね、ちょっとなんだろう、グレーに近い黒の色に、全体的にこうこの辺の衣装的なこういう撮ってたこういうのがシルバーになっていて、全体的にちょっとなんだろう、なんかこうなんかちょっとすすけた感じになってるんですよね。で、それを再現するために今回はミスターカラーの普通の通常の8番シルバーを使って、本当はここ鋼色、まあアイアンカラーってなるんですけど、それ使った方がよりリアルだと思うんですけど、まあ見栄えっていうんですか、この模型としての面白さ出すためにもう少し明るい色がいいんじゃないかってことをちょっと思ったので、普通の8番のシルバーで全体的にドライブラシという技法を使って色をつけていきたいと思います。で、これは僕が昔からずっと使ってる筆の先っちょを切った状態で、ちょっと見えるかな、こうなんかバサバサになってるんですけど、これを使って、でティッシュでこう拭き取って、ほぼ色が残らない程度にして、本当はこう爪とかでねちょちょちょって状況を見た方がいいですけど、これちょうど裏があるんでここで見ていきましょう。はい、これだとちょっとまだのぎすぎなんですね、色が。なんでもうちょい、あ、こんぐらいですね。これで全体的にこうシルバーを、本当にちょっとずつしか色が塗らない感じの、本当にちょっとしか筆に、本当なんだろう、もう本当に色ついてんのぐらいの感じの方が綺麗にいきます。本当に根気よくただこうひたすらこすっていってください。はい、じゃあひたすらこすっていくので完成したらお見せします。こんな感じでドライブラシで全体的にシルバーでモールドを浮き立たせました。特にその大学のあるやつを見た時に、この取っ手とかはねはっきりシルバーになっていたので、ここははっきりと色をのせて、あとは全体的にちょっとこう出っ張ってる部分だけに色が乗るようにこう根気よく筆をさささっと動かしました。というわけでこんな感じでとりあえず完成でいいかな。うん、レジンキットのいいところって簡単に色が落とせて、模型用の塗料がまた色を変えたりとかしてね楽しめるっていうのがあります。はい、というわけでこれ最高っすね、アイアンメイデン、ハンコ入れ。はい、というわけで次はじゃあエヴァンゲリオンのソフビを作っていきたいと思います。というわけでこちらエヴァンゲリオンのソフビ0号機械ですね、エヴァンゲリオンアウターリムのソフビシリーズ。というわけでこちらは組み立てが必要なソフビのキットとなってまして、早速組み立てていきたいと思います。まずは袋から出していきます。袋から出しました。下半身、上半身、肩のパーツ、腕のパーツ、全部で6パーツの装備ですね。なるほど。
それではこのバギとか、あとこの間着部分ですね、この辺のバギを取っていきたいと思うので、まずはじゃあ温めます。ソフビを切るときなんですかね、僕はガレージキットなんかは結構素手でやっちゃうんですけど、ソフビを切るときは僕はなるべく利き手じゃない方、ナイフを使わない方は手袋をするようにしていますっていうのが、ソフビって本当に温めて柔らかくするとすごい刃物が研ぎやすいんですね。スッと刃物がいっちゃうことがあって、その時にね、例えばもう手袋、軍手とかでもいいんですよ、はめとくだけで指を結構守れたりするので、必ず利き手じゃない方、ナイフを使わない方は手袋をはめることを僕はおすすめします。で、こちら販売されてる方に聞いたんですけど、結構間着をきつめにしたい場合は、輪切っとその切るこのラインですねよりもちょっとちっちゃめに切った方がいいですよってことなので、少し様子を見つつ本来切る場所より内側を切り進めていきたいと思います。なんで一個ずつ組み立てた方がいいかな、安全かな。なので次はここがこうなんで、こっちですね、ここの腕を切ってちょっとはめてみたいと思います。で、結構組み立てキットのソフビってあるじゃないですか、まあ有名どころで言うとね、本当にそこから始まったとかどこでもないビリケン商会さんのソフビキットとか、そういうの、まあ、作るのはな、自分でできるのかななんて不安になる方いると思うんですけど、組み立て自体はすごく簡単なので、本当にドライヤーとこのデザインナイフですね、アマゾンとか模型屋さんとか電化量販店ですか、そういうところでも買い求めできる、何百円で売ってますので、これ1本あれば組み立てはできますので、ぜひ皆さんも尻込みせずにチャレンジしていただけたらなと思います。これでいいかな。ああ本当だ、結構きつめの方がいいかもしれないですね。うん、ポーズが決めやすいというかですね、うん、ちょっと内側で切った方がいいですね。僕も内側で切ることをちょっとお勧めしたいと思います。はい、じゃあこんな感じで全部組み立てていきたいと思います。完成しました。いや、良いですね。そんなにね、思いっきり内側じゃなくて気持ち内側ぐらいで切って、こんな感じで、割といい感じで完成しました。かわいい、うん。これで完成でもいいんですが、これ窒光です。窒光の葉、確か窒光なんですけど、これでなんかぼやって光るのもいいんですが、やっぱ印象的な目だけは赤く塗ってあげようかなと思います。で、ソフビなんで、ソフビカラーを使うのが本来いいんですが、別にね、プラモ用のカラーとかでも大丈夫です。これの程度目ちょっと塗るぐらいだったら。なんで僕はこのフライトレッド。ガイアカラーですね。ガイアカラーさんが出始めの頃は、ガイアカラーってすごいいい原材料を使ってるんで、塗膜が結構強いです。まあ、ソフビカラーに比べて、伸びたりとかの力は弱いんで、ソフビカラーの方が強いんですが、割と塗膜強いんでおすすめです、ソフビに塗るのは。ただ、今、各社さん、ガイアさんが出てきたこともあって、いろいろ切磋琢磨して、各社さんのそのプラ用の塗料もすごくいいもの多いです。なんで好きな色をね、プラ用塗料これぐらいだったら全然問題ないと思うんで。使ってみてください。それじゃあ目だけ塗っていきます。目だけ赤く塗りました。結構やっぱ印象的になりますよね。目がポッと赤くつくと。こんな感じでも未塗装の見組み立てキットとかでも楽しむことできるので、ぜひぜひ皆さんも、いや、組み立たってないしなーとか、色ついてないしなーっていう装備があっても、造形が気に入ったらね、自分でちょっとだけワンポイントでも塗装して、見ようなんていうね、チャレンジどうでしょう。はい、というわけで今回ワンメスで購入した中で組み立てが必要なものを組み立ててみました。というのもうちの組み立て動画がね全く人気がないのでこういう時にちょっとおまけでやっていこうかなと思ってます。はい、というわけで今回はこれ組み立てが必要なワンメスで買ったものを組み立ててみました。
というわけでまた次の動画でお会いしましょう。